はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX、 また、追っ手がね来てるところに炎の山に、逃げ込んでは来たんですけど、さてこっからまあここを抜けるしかないですねと、そういったところまで来ました。で、逃げ切るにはこの山を抜けるしかない。準備ができたら行こうムーポン。まあ火の粉もねこうおっしゃってる通りなんでやっていきたいんですけど、道具ちょっと整理してきて、まあ早速ね潜れる状態にはなってるんで潜っていきましょうか。ムーポン準備できた？できたよ。どっちに行く？炎の山、岩の横穴、どこ？岩の横穴、炎の山、炎の山でしょ。でもここですよね。大変そうなところだけど頑張ろうね。ということは2つダンジョンをなんか行ったり来たりするとかそんな感じなのかな。ちょっとその辺はよくわかんないが、ポケモンたちと打ち解けやすくなってる状態で、だから誰かしら仲間になるはずやと思うんですけどね。まずは水鉄砲放つ、電光石火からの連撃放っていきましょうか。さあこれで倒したでしょ。倒す OK。 ただ起き上がる気配はない。じゃあマグマグそれ、いやー火の粉遠距離攻撃相手も使ってくる。打ち合いか。ただこっちはもう弱点ついてるんでね、特に問題なく突破しますよ。よーし。で、左にアイテムがあるので見に行きたいが、いやーでも火山選んでよかったかもしれないですね。なんか純粋に弱点つけるんでガンガン攻めやすいなっていう感じがするんですけど、さあ倒しきれなかった。結構耐久が上がってきてるが、下にアイテムあるんで取りに行きましょうか。PP おいしい、ありがとう。これだけでも来た価値はあったで、上にもアイテムがなんか知らんの落ちてる。何これ、ベトベタフード。何食べる？お腹が回復するけど悪い状態になってしまう。毒にかかってしまったりとかってことですよね。だから例えばもし食べるならば階段のすぐ近くで食べましょうとか、そんな感じのアイテムかそんなんもあんねや。なんか腐ったリンゴとかじゃなくてもうベトベタフードなんですよね。で炎の山2回来て、電光石火ナイスからもう一丁電光石火、火の粉痛いけど水鉄砲で反撃、これも電光石火で持っていけ、そもそも当たんなかった。水鉄砲連続おいしいぞ。確実に持っていって、でポケがあるので拾いたいが、硬くなる。そういう攻撃もしてくるのか。だが水鉄砲には関係ないが、ただ体当たりと電光石火に関しては威力が下がってしまうので、果たして持っていけるか。持っていけましたね。で左下に何かあるが、これ挟み撃ちになる前に右の敵やっちゃいましょうか。電光石火連続からの、どうしよっかな。素振りしましょうか。素振り電光石火からの二度蹴り火炎車までいきましょう。さあよし。で二度蹴りがパワーアップおいしい。でまたブビーが左から来てるんで水鉄砲節約おいしいぞ。で連撃放っていきましょうか。いやー節約バンダナいいね何気になんかメキメキと PP を節約してくれてるんですけど、ゴロン石つばてか。でマグマックが来たので、さあまずは先制かましてやりましょう。いやいいダメージ出ますね。からの電光石火で持っていけるナイス。で階段があとはどこにあるか。アイテムは拾ってしまったんであとはもう階段を探すだけといったところではあるんですが、ブビー素振りしとくか。素振りからの水鉄砲 PP 制作してくれない。ただ2発で倒せるかな。倒せますね。 OK というか今のは急所に出たんですけど、こっちかな。わからんけど火の粉まず食らう。ただこの打ち合いは完全に有利なんで、かわいそう。連撃突破とワンターンキルですね。でないね。真ん中か上か上、真ん中でした。じゃあ最後真ん中の階段を探すが、ブビーが詰めてきてるんで、一旦素振りして水鉄砲浴びするからの水鉄砲がパワーアップで反撃はされるが、まあ返す刀で水鉄砲でやっていきましょうと。よしでレベルアップがまあ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 ぼちぼちといったところですが、レベルが上がった。お、泥遊び。泥遊びってなんか耐久系、あー、電気タイプの技のダメージが減る。これ大事じゃない？見破る捨てていくかね。あーははははははは。ここの体当たり泥爆弾のラインがなくなってしまうんで、ちょっと諦めるか泥遊び。で後で思い出すとかでなんとか対処しましょう。で先に進むと。よし3階、また下に誰かいるから相手していきたいが、ブビーですね。じゃあちょっと素振りして罠があった。怖い。まあただその罠は踏むことなく、あー、ブビーの火の粉が、ちょっと待って、そっち狙ってくるのか。火の粉が火の粉を狙ってで罠は無視してアイテム拾う。なんか左下にも落ちてるので拾いに行きましょうか。あー、種、目薬種、あれかな、罠が見えるようになる的なやつかな。次のフロア入ったら飲んでみましょうかね。で敵が近づいてきて連撃かますか。さあとっておきのね、そうさっき技解除しなかったら連撃をかまして、なんなのドンベルのマグニチュード、それズルちゃん。ちょっと待って、この状態で連撃かます。さあ、グビーに対してはいいダメージからの電光石火で、あ、そのまま倒れた。で、ド忘れしてきて、こっち詰めてくる。連撃かます。外した。これはきついぞ。ちょっと待って。二度蹴りナイス。からのカイングルマで持っていける。いいね。で、アイテムがこっちにありそうなので、拾いに行きたいが、マグマ水鉄砲、先生外す。ただ、連撃で持っていけるでしょ。ダメですか？いけいけ、ああ、その連続は確定でしょ。よしナイスで、まあポケが落ちてるんでいただいて、上かな。ああ、ありますね。階段上がっていきましょう。さあ4階、あ、これはあう、鈍足になってしまった。あ、連結箱拾った。連結箱拾ったならば技忘れさせてもよかったような気はするが、まあ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 、さあ連結放っていく。まあそこはね、結局なんか結果オーライみたいな感じになっただけなんで、まあ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 確定ではなかったんで、ね、で火の粉レベルアップしてどんどん強くなっていきますね。で速さが元に戻って、ブビーが来たんで水鉄砲放つ、外す。じゃあ連撃で打っていきましょうか。これで持っていけるか。さあ OK で倒してもらって、倒してもらってかっこ自分で倒して水鉄砲放つ。あー連撃かわいそう。あ、耐えられた。何気に命中安定しないですね。あー、で技マシン。技マシンを使えばその場で技を覚えることができるぞ。ただし使うと壊れてなくなるんだ。誰に使うかじっくり考えて使おう。こういうの普通に落ちてるんですね。恩返し強いね。恩返し、自分がチームに馴染んでいるほど威力が高い。それって何でわかるんですか？なんかそういうステータスあります？ちょっと待って。ステータス見る。チームに馴染んでいる。馴染んでるでしょ。こっち？状態異常はない。あ、状態異常はない。チームに馴染んでるどころか、もうリーダーですもんね、だって。うん、分からん。その辺はちょっとどこのステータスなんか分かんないんですけど、でそうか、目薬を飲むのを忘れてしまったんですけど、あー PP リカバーおいしいして、で上に上がりましょう。さあ炎の山5回来て、うっ、ギラギラと日差しが強い天気。炎タイプの攻撃の技と威力が上がり、水タイプの威力が下がる。この天気の間氷状態にならないぞ。っていうことは火の粉の火の粉がメインウェポンみたいな、そんな感じになってきそうではあるんですけど、とりあえずじゃあ目薬で罠が見えるようになると、あと目つぶし状態とかもあんのか、なんかフラッシュとか食らうんかな、わからんけど罠見えるようにしてみましょうか。床に隠れている罠が見えるようになる。次のフロアに行くと元に戻ると、でお腹が回復して、どんぐらい減ってる水鉄砲、30% ぐらい減ってますね。で火炎車追用いいですね。まあ火の粉の技が強いには越したことはないんで、さあまずは水鉄砲放つ。ただそんなに威力は高くないが連撃おいしいで、火の粉打たれるが立ち位置変えるか、電光石火倒す OK で道具箱、これでも非電状態やったら電光石火よりも火の粉の方が強そうな予感はするんですけど、まあじゃあ一旦ちょっと火の粉使うように仕向けてみましょうか。でこれ踏むと治らないと、ほう大丈夫ね、目薬状態いいねいいね。で水鉄砲放つ、火の粉だよ、やっぱ火の粉の方が強えじゃん連撃放っていきましょうか。いやーっていうことは基本的にはタイプ相性無視でもうガンガン火の粉ね使っていけばよしと、そんな感じみたいですけど、さあまずは連撃かます、命中下げる、体見破るは特に意味ない。あくびはやばい、まあでも倒すしかないよな。さあで見破る茶は体当たりがパワーアップしたと。で眠ってしまう、すぐ起きたというか、多分今の眠ってる間すぐターンが経ったんでしょうけど、罠見えてるね。ピージョットはやばいんじゃない？倒せる。オッケー、ナイス。いや、火炎車強いな。今一つじゃなかったらすごいダメージ出ますね。で、これは、キノコ、起きる、突っ込んでくる、からの、二度蹴り火炎車。オーバーキル気味ではありますが、命中高いんでね、連続していきましょうか。でこれって火の粉の場合罠見えない、罠見えない、これはじゃあ操作キャラあんまり変えたらあかんな。で押し込んでいきましょう。さあ連撃強い、持っていくやるねいや日照りいいですね。なんか割と恩恵を受けられてるのがありがたいが、お腹が減ってきた。ベトベタフードは食べたくないのでリンゴ食べましょうか。よし食べちゃおう。オッケー。硬くなった、ちょっと待って、入れ替えて連撃。さあでも火炎車も結構効かへんか。水鉄砲放っていくか、しゃあない。オッケー連撃、よしナイス。倒して、あれ左か、マジでそっちは盲点やったな。こっちも結構広いんかな。広いね。おー、ある、ようやくたどり着いた。じゃあ上がっていきましょうか。さあ6階、天気は晴れ、左ではない。で僕拾ってもらって、で右にアイテムがあるが誰か来てるんで先生かますからの連撃。強この連撃強いな。タイプ相性無視して普通に強い。で水鉄砲かますからの火の粉だよして、でこれでも泥爆弾効かへんからミスった。余計なことした。倒したんでよしとしましょうか。で苔が落ちてるんで拾いながら水鉄砲かますからの接近してきて火の粉からの連撃。さあ泥爆弾が結構しっかりとね、いいダメージ出してくれてるんでガンガン使っていってるんですけど、これ倒したか、いけ当てろ、よーしナイス。かわいそう連撃でボコボコになりましたけど倒して、で誰か寝てるのかな、寝てますね。ブビーが寝てますんで水鉄砲かましましょうか。水鉄砲かますからの連撃。これは倒れましたね。でこっちも誰か寝てるけど、ブビーが寝てますね。じゃあ水鉄砲かますか。相変わらずですけど、からの連撃で倒れるよと。うん。で、こっちっぽいかな。ありますね。じゃあ、上がっていこう。OK。で、7回と。出た、日照り。さあ、日照り状態で、すぐ近くに敵がいる。階段も近いんですぐ上がってしまいたいが、なんかマグマグが変な歩き方してるんですけど、火の粉返される。痛い。いやー、相手の火の粉も痛いぞ。ちょっと待って。あ、なんか突っ込んできた。よし、ナイス。で PP は切れちゃったけど倒せましたと。 OK。 じゃあ PP 回復していきましょうか。 PP リカバーいっぱい拾いましたもんね。なんでいっぱい、いや、もともと結構持ち込んでたか。なんで食べて PP リカバー食べて、で、出た、ベタベタフードいらんけどな。で、日照りちょっと怖いんで上がっちゃいましょうか。さあ、炎の山8回、ピジョットがいる。いいダメージからの水っぽで落ちるかな。さあ、よし、突破と。で、すぐ近くにアイテムがあるので取っていきたい。あ、ポケナイスからのこれ美味しいと。さっき踏んじゃう。ただし先制攻撃は食らってしまう。いやー、でもまあ連撃かまして、で火の粉がなんとかやってくれると。ナイス。で眠りターンが立って、じゃなくてさっき眠りターン立って、で火の粉がうろうろしてて、で誰かが上から迫ってきてますね。連結箱を拾った。これ入れ替えるか。お、ボッテになってる。ガンガンいくぜ。焼いちゃえ。ナイス。で、石があるので拾ってもらって、クラボの実、なんだっけ、マヒかな。よし、で、9回と。うん、結構来ました。日照りに強そうなやつが来てしまったが、水っぽかますからの火の粉、いいダメージ。よし、泥爆弾ぶち込んで。さあ、で、突破する。OK。まあ。で階段がすぐありますが、ちょっと収集していくか。オケがある。敵多いな、このフロア。日照り足無理せんとくかね。さあ、まだまだ先は長そうなんでね。上に上がって10回。日照り、だんだんなんか日照りの頻度が増えてきたような気がするんですけど、たまたまかな、たまたまなのかな、わからんけど、一歩下がる。殻にこもるズルじゃない。まずは、でも火の粉は関係ないからの泥爆弾でいいダメージ出せばいいんですよ。さあ、で突破 OK。 硬くなった水っぽまずかます。お腹が減ってきた。これベタベタフード食べなあかんかな、もしかして。なんかそんな予感がするけど、痛いいやいよ。やってくれる。まあ日照りやって。でも日照りでこれやったら全然まだまだ大丈夫ですね。で近づいてしまった。ミスった。下がる。キノコだよ。キノコで焼く。 OK からの連撃で持っていけるでしょ。さあ出てくれ。 OK で突破して、ちょっと待って。キノコ放つか。倒せる。わ、強い。いいね。で上に焦点があるみたいなんで、PP 回復はいいぞ。買っとくか。買っとく。拾う。ガンガン拾っちゃうぜ。で石つぶて拾う。ゴロン石拾う。これは何？みんな回避玉。回避が大きく上がる。ほう、なんか珍しい玉があるけど、どんぐらい上がんねやろ分からへんな。とりあえず拾っとく。所持金なんせいっぱいあるからね。縛り玉があると。いいかな。こっちは爆裂の種か。まあこんなもので。あ、313。全然足りますね。 OKで買い占めして。いやー、 PP 系拾えたのはおっきいが、罠踏んでた。怖っ。ちょっと待って。でベタベタが悪い効果があるというところみたいなんで、今のうちに食べておくか。いやー、ベトベタフード食べるとどうなるんだろうね。さあ、周りが見えなくなった。リーダー交代もできない。周りの様子が全く見えないぞ。この状態だと普段は当たらないはずの仲間に技が当たってしまうので気をつけよう。リーダー交代もできないんだ。仲間や敵ポケモンはひたすらまっすぐ前に進もうとすると、少し経てば元に戻るぞ。階段、先へ進む。よし。いやー、よかった。あー、日照り。やっぱり日照り。まずは火の粉からの火の粉で倒すぞ。いや、強いね。でも日照り強い。待って、あ、それ倒しそう。水曜日の子いいね。で、よし、お願いします。あ、火の粉の PP なくなった。もう回復担当ですよ。こうなったら PP リカバー飲む。火の粉回復。さあ、回復からの火の粉。よし、ナイス。硬くなった。ちょっと待って、まだ関係ないか。連撃で突破する。 OK。 なんか結局なんかこの2人旅では全然仲間が増えないみたいなので、もう気にせずにガンガン火の粉とかにも倒してもらっていいような気がしますが、さあ連撃。火の粉放ってくる。痛い。結構痛い。ちょっと待って、割とガチなダメージ食らった。ただまあ突破して、でしか結構遠回りしてますね。まあその間に HP 回復して、で誰か来たけど関係ない。あ、ちょっと待てよ。確かコータスって溶岩の中泳げましたよね。さっき入ってましたもんね。あー、で日照りじゃなくなった。マジ。さあウィンディに出会っちゃったんで、まずは天性水鉄砲、火の粉で返してくるか。そんなことはなかった。連撃耐えなかったか、さすがに。ただ火炎車の PP がなくなったんで、 PP リカバー買い足してる分を使っていきましょうか。火炎車は回復用。さあ OK で PP 全回復して、でかつ PP 拾うからの、なんか誰かに詰まって帰っていったけど。何のやりとりやったんやろ。おっと、鬼ドリル水を放つからの連撃。あ、ないっすね。それで持っていけるでしょ。 OK で鬼ドリルがまた来たんで、まずは水っぽかます。ドリルライナー痛い。ちょっと待って、結構痛い。あ、突っ込んできた。ラッキー。で、あ、ミスった。近づいちゃった。高速スピン痛い。これ気絶せえへんよな。大丈夫。いや、連撃で持っていったぞ。ナイス。で、アイテムが、石が落ちてるんで、石拾ってもらって、で、またしてもお腹が減ってきてしまってる。もうベトベタはないので、リンゴ食べていくか。ね。さあ、リンゴ食べる。オッケー。いや、結構長期戦ですね。まあ。あ、忘れてた。いや、でもどうせ、敵と遭遇してないんで関係ないと。おっと、流れ変わったぞ。は。一旦中間地点と。だいぶ登ってきたよね。あと少しだと思うし、頑張ろうね。は。じゃあちょっと準備。これちなみに戻るとかできんの？いやー、入り口には戻っちゃダメよ。じゃあ準備しちゃいましょうか。よし、じゃああと何フロアあるかわかんないんですけど、まあひとまずリンゴとか引き出したんで、また進めていきましょうか。先へ進みますか？はい。山頂。あれ、山頂。ああ、そっか。山頂パターンね。オッケー。で、ウィンディがいて、電光石火。これちょっとミスったか。二度蹴りからの火炎車。持っていけない。吠える？来た？ちょっと待って。やってくれたな。まあ、水鉄砲で。連撃で持っていけるか。吠えるって接近してる時だけかな。ぽいよね。で、突破する。 OK で、石つぶって拾って、ウィンディがまたいる。ちょっと待って、水鉄砲かましとくか。よし、かます。 OK こっち来るからの連撃。さあ、でも泥爆弾外すのはちょっときついな。で、まず水鉄砲かます。なんかウィンディ遠距離攻撃ないパターンですか？なんかそんな予感はしますけど、一歩下がる。からの連撃いい感じ。いい感じ。強い。いやー、さすが火の粉。頼もしいですね。で、ね、アイテム拾って、ここは部屋じゃない。じゃあ、左に階段とかがありそうやけど、まずはアイテムと階段。杖じゃない。枝。拾って、水っぽ放つ。さあ、連撃ナイス。からの急所ナイス。で、電光石火で突破して、よし、進みましょうか。山頂の14階。日照りばっかりやぞ。いやー、まあさっきもなんか9回ぐらいから日照りばっかりやったような気はしますけど、水っぽ放つ。これちょっと数が多いんじゃない？大丈夫？いやでもまだそれぞれで距離があるからなんとかなりそうな感じはするが、突破 OK。 で水っぽ放つ。さあもう一丁放つ。ナイス。で電光石火外しは痛い。でもう一丁じゃない、泥爆弾連撃。さあで突破して、でバサバサ翼ドリブライナーがいますね。鬼ドリルがいるんで、ナイスか。オッケー。いやー強いな火の粉。いや日照りやからやけど、電光石火よりもなんなら連撃使ってほしいなみたいなところがあるんですけど、その辺はちょっとあれかな、 AI の問題なのかな。なんかそんな予感はするけど、突破ナイス。まだまだ来ますね。ガンガン数減らしていくか。で電光石火からの連撃。よしいったか。 OK。 よしようやくなんか数が落ち着いた感じはしますけど、一歩こっち来てミスった。まあいいや。連撃からの電光石火かな。電光石火で持っていけるの OK で、上に何かあるので拾いに行きたいが、階段はここではないと。どっちやらな、左かな。左にかけてみますか。左あった。広いこの部屋。何これ。まあドーンと降りて、で先に進みましょうよと。お BGM 止まった。ここかな、炎の山の山頂頂上は。いやこれ抜けれんの。しかしすごいねここは。いくら火山とはいえこの溶岩の多さは普通じゃないよ。これも自然変動の影響かもね。そうなんかな。暑い。今にも火傷しそう。大丈夫か。こんな危険なとこにずっといたくないよ。早く抜けよう。待ってな。あれ、辺りが急に暗くなった。山の叫びが聞こえる。苦しくて悲鳴を上げているのだ。お前たちなのか、炎の山を苦しめるのは。何のことですか。違うよ、私たちじゃない。私たちたまたまここを通ろうとしただけだよ。ファイヤーがって出てきたんですけど、ちょっと待って。山の怒りは私の怒り。私の名はファイヤー、炎の化身。山を荒らす者は許さない。かくちょっと待って、これどうする。なんかいいのある。俺のプチ復活玉。みんな回避玉とかどうですか。ボス戦に特に有効。フロアにいる間有効なんですよね。これ使っていくか。あとは硬直。ははははははは。どっちも硬直か、微妙やな。じゃあみんな回避玉使いましょうか。使う。さあどんなもん。回避がググンと上がった。電光石火外す。高速移動。日照りではない。日照りではないならば電光石火かな。電光石火な気しますね。 TP はモリモリ減る。水鉄砲いい感じ。火の粉に二手に攻撃してくるの。これじゃあなんか立ち位置変えた方が良くない？こっちとか分散。炎の渦ミスは大きい。よしじゃあこれって今そこの円ってかぶってんのわからん、かぶってなさそう。あ、でも近づかれへんっていうことは二度蹴り火炎車の出番でしょ。よーし、体のステップをやっぱり OK、 分断してしまえばどうということはない。じゃあ道具箱で回復していくか、食べる、よし HP も増やした OK で電光石火、電光石火手の甲外れる。これちょっと設定変えましょうか。電光石火封印しとく。よしで、これでいいんじゃない。これで接近戦したいか、接近戦しません、接近戦しません。なぜなら泥爆弾を打ってもしょうがないから、ならば普通に水鉄砲をガンガン打っていくか。さあ、あ連続ナイスからの二度蹴りからの火炎車ナイス。火炎車痛い。炎の渦に閉じ込められその場から移動することができないぞ。しかも少しずつダメージを受けるんだ。ワープしたり吹き飛ばされたりするか少し経てば元に戻る。これはじゃあ回復していくか、道具箱でまあまあまあ最大 HP を増やしながらね。キノコよし食べて OK で体力も満タンになるからの二度切りからの火炎車、高速移動。ちょっと待って、2倍速になった。バサバサすごいちょっと待って、それは歩き速度が2倍なの、それとも攻撃回数が2倍なの。それによってちょっと話が変わってくるんですけど、炎の渦外すナイス。あ、歩き速度だけっぽいぞ。じゃあガンガン打っていくか。電撃ナイス。炎の渦でも耐える、大丈夫。ちょっと待って、これ HP 大丈夫、一応回復しとくか。念には念を。ああ大丈夫そう、大丈夫そう。プチ復活もあるし、押していくか。当ていくことありそう。ああナイス、二度蹴り。あっ強いよ言いたい、火炎車炎のあれでやられちゃう。ちょっと待って、今35をしっかり持っていかれましたね。何このリアルタスキすごい耐え方した。じゃあ火の粉回復してもらいましょう。さあ回復して電撃、よしでその火の粉は大丈夫からのこっちの水鉄砲、連撃、お、よしナイス。うぐぐぐぐなんのこれ式のことで、まだやろうってか。待ってよ、私たち悪さしにここに来たんじゃないんだよ。ただ追われてこの山に来ただけで、それに苦しんでるのはこの山だけじゃない。今いろいろな場所が自然変動にやられてる。私たち今は追われててできないけど、でも自然変動に苦しんでるポケモンたちを助けたいんだよ。ほうその話本当なのか。本当だよ、信じて。もし嘘だと思うなら私の目を見て。ああだいぶ目開いてないけどああこいつ目開いてねえじゃねえかいやまあそういう特徴やからね。ただダメですか。よろしい、あなた方の話信じましょう。ああよかった思いは通じたみたいと。ああびっくりした、腰が抜けるかと思ったよ。よっこらしょ、ここを通りなさい。炎の山を抜けるのです。そして約束してください。必ずや被害の原因を突き止めて、これ以上自然変動が広がらないよう食い止めることを。分かった、約束するよ。と言っても今すぐは無理だけど。いやあー、すぐやります、やりますよ。今は追われてるからちょっと無理だけど、でも私たちは救助隊なんだ。必ず自然変動の原因を突き止める。約束するよ。約束ですよ。あなた方ならきっと成し遂げてくれる気がします。私に立ち向かった勇気、それを忘れなければ。ギャーことあるごとにギャーまあまだ何か、いえ、ただここから飛び立とうと思っただけです。想像し、そうなんだ、いちいち紛らわしい。ああ、では、ああ、行っちゃったね。あ、でもここを越えろって大丈夫かな。ふう、すごく怖かったよ。でもファイヤーが分かってくれてよかったよ、本当に。さてと、私たちも抜けようね、炎の山を。あ、そっちでいいんですね。まあさすがになんかプロミネンスみたいなところは通っていかれへんと。で、炎の山山頂を見事に突破した。お、長い道。はあ、はあ、すごくたくさん歩いたね。私疲れちゃった。ちょっと休もう。いい景色だね。すごい遠くまで見えますからね。なんせ山頂ですもんね。あ、ほら、ムポ見てよ。ん？何あれ？炎の山があんなに小さく、あ、炎の山抜けてきた後ですか、今。ほんと、だいぶ遠くまで来たよね。ねえ、ムポン。炎の山を越えるのがとても大変だったし、あそこを越えられるポケモンって少ないと思うの。そしてその後、私たち、必死でここまで逃げてきたわけだしさ。正直私思うんだけど、ここまで来たら追ってくるポケモンなんてもう誰もいないんじゃないかな。ああ、そうだね、もういないよね。ははは。いやー、もうここら辺でいいんじゃないかと。まあでもなんかあれですよね、なんていうんですか、勇気のあるものだけは来いと選び抜かれたメンバーが追いかけてきてるはずなんで、まだまだ追ってはいるかもしれない。え？まだいるって？誰なのそれは。フーディンたちとかは絶対来ますしね。そうか。ああ、フーディンか。フーディンたちのチームなら、ここまで来られそうだよね。ああ、お疲れやね。うん、しょうがない。行くしかないよね。とにかく、誰も行けないような場所がいいな。頑張って歩こう。ああ。まあ、とはいえ、休まないと体も持たないでしょうけど、どうしたんだろうね。なんか休憩してこうみたいな、そんな感じ。まあフーディンたちも休憩はしてそうな感じはしますからね。私が疲れてるんじゃないかってね。追手が来るんだ、休んでなんかいられないよ。それに私言ったよね、私ムーポンについていくって。ああ、なるほど。だから火の粉だけでもここに残っていって、別にまあもう仲間じゃないよって言ったら、別に火の粉が危害を加えられるわけじゃないと、そう思ったと、そういうところかな。そんな顔しないでよ、平気だって。行こうムーポン、私どこまでもついていくよ。ああこうしてムーポンたちの過酷の旅は続きました。彼らはより厳しい場所を求め北へ向かいました。山の向こうの山を越え、ぬかるんだ沼を抜け、凍った崖を登り、ムーポンたちはとうとう雪が積もる氷雪の地へとやってきたのでした。ほう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 。あー、さっきまでとは対照的ですね。寒い。アクション。ひっ、鼻水も凍っちゃいそうな寒さだよ。あー、寒そう。特にまあ火の粉は氷今一つ、あ、ムーポンもいます。どっちも大丈夫か。ずいぶん寂しいところに来ちゃったね。雪も積もってるし、さっきから他のポケモンも全然見当たらないし、もしかしたらもう誰もいないんじゃないかな。ん？どうしたの？なんか見つけた。おっ！アブソル。あれは？あれ？行っちゃった。おってなのかな。さっきのは一体ポケモンみたいだったけど、気のせいじゃないよね。確かに誰かいたよね。こんな寂しいところで何してたんだろう。まあ考えてもわからないよね。先を急ごう。なあ。あっ、ムーポンあれ見てよ。何？樹氷だ。木が凍ってる。はあ、はあはあはあ、綺麗ですね。すごい。氷の粉が空から降ってる。綺麗だけど、ものすごく厳しい場所なんだろうな、あそこ。あ、ガルーラさん。やっぱりここを越えないといけないんだよね。寒さがすごく厳しそうだし、あまり行きたくないけど、でも逆にここにずっといてもしょうがないし、全身あるのみだ。まあね、寒いって言って残ってても寒いまんまですもんね。頑張って越えていくしかないよね、ムーポン。うん。ああ。ということで、たちまちね、氷じゃないわ、炎の山を越えたと思ったら、気づいたら氷の世界に放り出されてといったところなんですけど、また次回はね、準備してここの氷の森かな、越えていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。